いやー、サイクーン、ん？サイクーンじゃねえな、これ。ケネディタウン。やっぱりまだ。もうでも、電車は通ったんですけど、まだ大丈夫ですね。かっこいいな。ここで今のレントと同じだったら最高だな。すごい。これ2度目だよ。うちと同じ家賃で、ここのリノベ全部やって350万。センスがあるな。めちゃめちゃセンスがあるね。350万であるか。全然いい。これ、ボーだけだ。この音。はぁ、あ。へぇ。いいね。ベッドがあって、トイレがあると。え、これ最高だな。やばいね。どうしよっかな、このお店どっかに移るかどうするか考えてます。ここにがっつりとどでかい絵を飾る。で、ここは Airbnb で宿として提供してしまう。で、今日のメガネはこちらです。ヴィンテージ。すごく綺麗な作りです。女性ですね。ヴィンテージのメガネです。女性。サーモンと。今日はシティスーパーの、会長、荻野会長、個人面談いただきました。すごいですね。荻野会長クラスの方に個人面談結局2時間ぐらいしていただいたんですけどね。これ、今、和協会、香港和協会に入ると、それが無料なんですよね。扇の会長クラスと2時間もお時間いただくって、普通だったら、少なくとも10万円はかかりますよね。いやー、本当面白かったです。私がですけどね。扇の会長はどうかわかんないですけど。